どうもくまです。今回のオンラインサロンで使うカラー厳選しましたので参考にしてみてください。はい、こちらがおすすめのカラーです。12色ですね。かなり厳選しました。こちらがオンラインサロンのアートで、今回第4期よく使うカラーです。で、特に自分のアートだったりとか、今回のレントゲンフラワー、インタリオフラワーなど、いろいろとあるんですけども、カラーのテクスチャーだったり特性を生かして作っております。なのでたくさん、いろいろメーカーはあるのですが、できたらこちらのカラーなどを揃えていただくと、より再現度の高いいいアートが作れると思いますので、もしよかったら、オンラインサロンの割引もありますので揃えてみてください。ではカラーの説明をしていきます。自分がベトロの7172、めちゃくちゃ使います。ちょっとお見せしますけど、こんな感じの綺麗なマゼンダとバイオレットですね。これは本当綺麗です。ちょっと青光りしてるのですが、こちらを使ったものが、こういうアートだったり、こちらのアメジストだったりとか、こういうニュアンスフラワーなどに使っております。あとここにも使ってますね、バイオレットとマゼンダ、こちらもですね。本当に発色がいいので、サロンワークでも使いますし、もうここぞという時に使うカラーです。これは本当おすすめです。で、こちら126番、こちらは今回のオンラインサロンでは使わないのですが、絶妙なグレーなんですよ。これは本当おすすめでよく使います。で、シリーズでなんですが、414、415、416ですね。この414番はインタリオフラワーでも使ったピンクですね。で、このシリーズで415、ちょっとだけこうチェリーっぽい色ですね。これも透明感のあるもので、サブアートだったりとか、メインのアートにもよく使います。で、さらに濃い416、これですね。これは秋口冬使えます。この3つはぜひ揃えてみてください。あとこの6個ですね。320、321、417、241、242、244番です。こちらはクリスタカラーと言いまして、クリア感のあるカラーですね。クリアカラーです。これは自分よく使いますね。で、クリアカラーも他にもいろいろあるのですが、この6個まずお試しください。ベトロは発色がすごくいいんですよ。バチッとしたクリアです。クリアでも発色ですね。特にブルー系は発色いいです。あと321番の紫なんかも、こちらはこれからお伝えするレントゲンフラワーですね。これはグリーン使ってるんですけども、ここら辺の色染めだったり、このレモンのイエローはこちら使ってます。ここにもこの242番を入れてたりとか、この417とか320もここにも入っております。あとこれもピンクを、クリアピンク使ってます。あとここら辺のターコイズですね、これは244番を使ってますし、ここら辺の紫とこの淡いブルーは417と321番を使っております。ここら辺のピンクと紫なんかもここら辺を使っております。で、これがベトロのおすすめのカラーです。あとおすすめのラメですね。ラメは基本的にいろいろなメーカーが出ているので、もしお持ちのものがあればそれでも結構です。ただこの白タイプ、こういう金箔とか、これかなり粒子が粗いんですよ。白金箔を細かくしたものなんですね。白タイプのこれ銀箔とか、これブロンズですね。900、966番
271-272-966。こちらの白タイプのラメはインタリアフラワーのこういう花芯など、まあ、こういうラインを引いてもこのようにこうキラ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 するんですよ。なのでおすすめです。このベラフォーマの134番はこういうホワイトパールのような細かい粒子のラメなんですけど、こちらはあのサブアートなど、まあ、グラデーションでもいいんですけども、困った時にすごく使えます。例えばですけど、白グラでホワイトグラデーションをやってほしいって言われた時に、自分はよくこれでこのキラキラしたあの白のラメのグラデーションにした方がおすすめですよみたいな感じで、ホワイトグラデーション作るの結構大変じゃないですか、まあ、こっちに逃げることがあります。あとはあの白グラで綺麗にできなかった時にこれを間に挟んであげると割とこうごまかしができる、まあ、万能のラメですね。こちらおすすめです。であとベラフォーマの047番ですね。これはクリアブラックです。クリアブラックなので、まあ、このようなシースルーのブラックアートだったり板ネイルの影ですとかレントゲンアートに必須のカラーになります。レントゲンアートするときは必ずこちらをご用意ください。では最後になりましたが白と黒をご紹介させていただきます。まあ、白と黒って多分いろんなメーカーから出てると思うんですが、まずでベラフォーマの000番ですね。こちらアートホワイトと言いますが、こちら八王子の工場で自分が作らせていただいたインタリアフラワーを作るために作ったホワイトです。かなりあの青みの強いホワイトで顔料はそのまんまです。ちなみにこれに樹脂を足して、まあ、他のホワイトを作っているものなんですけども、まあ、これがあるとお花、花弁の溝だったりとかテクスチャーを生かしたアートが作れますので、こちらはご用意いただければと思います。あと975番、これベトロですね。これはマット成分が含まれておりますので立体的な彫刻のようなアートが作れます。例えばですが、まあ、冬場はこういったモコモコとしたニットネイルなどが簡単に作れます。トップコート仕上げがし、トップコートで仕上げる必要がないので、まあ、このまんま綺麗にボコボコした感じが作れます。であとホワイトでいうとベトロの23番と55番です。こちらはフレンチとかライナーに向いております。この星の表記でテクスチャー硬さが変わってきます。星2つ3つ4つと星が増えるごとにテクスチャーが硬くなっていきます。で23番はフレンチとかライナー向きですね。で55番はテクスチャーが柔らかいので一色塗りなどに向いております。22番はブラックです。まあベーシックなブラックですね。まあ一色塗りもできますしライン引きにも向いております。で388は少しだけ茶色みがかった黒になっておりますのでおすすめです。レントゲンアートなどにも使っております。まあアートディレクターよく使うこれブラックですね。であとボスブラックです。これはスクラッチフラワー、こういったアートをするときに使う、かなりテクスチャーがしっかりしたもう真っ黒なので、まあ、こういう削ったりとかするアートができます。それとあとおすすめしたいのがネイルワイプですね。こちらは筆を洗ったりとか脱皮でしめて筆を洗ったりベースジェルを塗る前の油分除去、まあこういったものを溶かして作るワイプアートなどにも向いている、これは絶対必須のものになりますのでご用意ください。ではクリアジェルを説明させていただきます。まずベースジェルとしてはベースマックスと富士というものがあります。まあサロンワークで使うのは基本的に富士です。これ本当おすすめのクリアジェルですね。でアートにも本当によく使います。まあここら辺はあのこれからアップしていく動画などを見ていただければわかるかと思いますので、これも省略させていただきますね。でトップジェルはエクステンションクリアとエクステンションクリア2、こちらがおすすめです。こちらはレントゲンフラワー、レントゲンアートに使います。あとエクステンションクリア、こちらですね。こちらはこのようにテクスチャーが硬いクリアジェルになっておりますので、こういう盛り上げたりとか人間の鱗など作るときに向いているクリアジェルになります。では以上が自分のおすすめのカラージェルでした。よかったら参考にしてみてください。DMM のオンラインサロンにて第4期熊先生のネイルアート3ヶ月集中講座っていうものをやっております。その中では
週に1本アート動画を配信しております。全14アートを配信します。さらにネイルアートを深く学べるカリキュラムになっております。他にも詳しくマシンケアやフィルイン、色彩学、インスタの集客など、あと写真の撮り方とかも、皆さんが作ってくださったネイルアートはオンライン上で添削していきます。もし気になる方がいれば概要欄の方から検索してみてください。